佐藤秀造は、日本の建築家。旧、住友や又野別邸、日光プリンスホテルなどを手掛ける。秋田県生まれ。1914年、山形県工業学校建築科卒業後、住友総本店営善課に入社し、上司であった建築家、長谷部栄吉の薫陶を受ける。1929年、佐藤秀造建築工務省創業。16代、住友吉左衛門氏をはじめ、住友系列企業、経営首脳の講演を足がかりに、設計施工会社としての基盤を固めた。日本の木造住宅に西洋建築の作風を取り入れ、主に木造住宅、別荘、保養所などを設計施工した。また建築をトータルデザインするため、家具や建具、照明、装飾金物なども制作。晩年には木造大加工を特徴とする日光プリンスホテルや嬬恋高原ゴルフ場クラブハウスなども手掛けた。国の重要文化財に指定された旧住友や又野別邸 PCS 賞を受賞した日光プリンスホテルなどが代表作として知られる。建築家佐藤秀造の世界。佐藤秀公式サイト。佐藤修。2020年5月5日閲覧。ありがとうございます。